名古屋コーヒーミーティングを盛り上げる会で、表彰していただきました宮島と申します。今回名古屋ということで表彰していただいたんですけれども、私実は関西に住んでまして、で名古屋のコーヒーミーティングを盛り上げる会と、あと大阪も実はあるんですけど、今回大阪は落選したということでちょっと心機複雑だったりするんですけれども、でコーヒーミーティング、1年半ぐらい前から、ユーザーとして、使っているんですけれども、やっぱりどうしても東京のマーケットが大きいという中で、大阪にいる中で大阪もそれなりにこうユーザーが増えてきた時に、名古屋の方も実は潜在、ニーズとして、コーヒーミーティングやってみたいというのがあったので、ちょっと自分が書き回してみるかというところで作った会がこんなことになって正直びっくりしている次第です。名古屋なり大阪なりまたエヴァンジェリストそれぞれいますので、ぜひぜひ出張なり旅行なり来た際にはコーヒーミーティングしていただけるといいんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございます。